カルステン・ニーブア、カールステン・ニーブールは、ドイツの数学者、地図学者、探検家である。デンマーク国王フレデリク5世が講演して、博物学者のペール・フォルスコールが率いた6人の、アラビア探検隊の唯一の生き残りとなった。小惑星・ニーブアは、ニーブールの名前にちなんで命名された。農家の息子として、北ドイツのルディングワースに生まれた。教育はあまり受けず、 作男として働いた。しかし数学に興味を持ち、20歳頃測量士としての勉強を始めた。1757年から1760年にかけてゲッティンゲン大学で数学と天文学を学び、またヨハンダービト・ミヒャエリスについてアラビア語を学んだ。ミヒャエリスはデンマークによるアラビア探検の計画者だった。1760年に フレデリック5世が講演するエジプト、アラビア、シリアの博物学的探検隊の一人に選ばれた。メンバーは、博物学者のペール・フォルスコール、言語学者のフレデリック・フォン・ハーベン、天文及び地理の調査を、ニーブール、医師として、クリスティアン・カール・クラマー、画家のゲオルク・バーウレンファインと、メシスのベルク・グレンであった。ニーブールは1年半ほど、数学やアラビア語を学んで準備した。 探検隊は1761年1月にコッペンハーゲンを出発し、7月トルコに上陸、コンスタンチノープルからトルコの商船でアレクサンドリアに向い、ナイル川を沿行した。エジプトに投入した後、スエズに向かいシナイ山の調査を行った。ジッタからモカへ進み付近の調査を行ったが、1762年3月、ハーベンがマラリアで美容死した。七月には、 リーダーのフォルスコールが病死した。残されたメンバーも病に侵されていたが、イエメンの首都、サナーへ向かった。サナーで、しばらく投入した後、モカに帰還した。モカから、ボンベイの船旅の中で、バウレンファインドとベルクグレンが没し、ボンベイでクラマーが没したため、ニーブールが探検隊の唯一のメンバーになった。ニーブールは14ヶ月間、ボンベイに滞在した。きっと、 マスカット、ブーシェフル、シーラーズ、ペルセポリスを調査した。ニーブールがペルセポリスで模写した設計文字の秘文は、後に設計文字を解読する際の鍵になり、あっしりア学くの扉を開くことになった。ニーブールはさらに、バビロン、バグダード、モースル、アレッポを訪れた。1764年頃に、ベヒストゥン秘文も目にしたようである。キプロス訪問の後、 パレスチナを縦断し、トロス山脈を抜けて、ブルサに出た。1767年2月に、コンスタンティノープルに到着、コッペンハーゲンに帰還できたのは1767年11月であった。帰国した時には、フレデリック5世は、すでに亡くなってオリゴを継いだ、クリスティアン7世は探検の成果に無関心であった。1776年に、 スウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。息子は歴史家のバルトホルトゲオルクニーブールである。帰国後、報告書の執筆を行った。1772年にアラビアの記録を出版し、1774年と1778年にアラビア及びその周辺地域への旅行記を出版した。特に1778年のものは、 ペルセポリスで発見した設計文字碑文の正確な模写を載せており、設計文字の解読に特に重要であった。ニーブール以前は設計文字は単なる飾りと考えられることも多く、解読はなされていなかった。ニーブールは碑文が3種類の設計文字で書かれていることを明らかにし、第1類、第2類、第3類に分けた。このうち、 第一類がアルファベットであることにも気づいていた。また、設計文字が左から右へ読むことも示した。ニーブールはまた、エジプトのヒエログリフについても正確な模写を提供した。ニーブールは、ヒエログリフのうち、アザ型の簡単なものは、アルファベット式の文字だと言っており、またヒエログリフの解読に、コプト語を利用すべきだと考えていた。これは当時としては、非常に進んだ考えであった。 報告書の4冊目は、ニーブールの没後の1837年に、娘によって出版された。ニーブールはこの他に、アフリカの内陸部やオスマン帝国の政治、軍事の状態などに関する論文を、ドイツの学術雑誌、ドイチャスミュージアムに発表している。また、フォルスコールの記録を整理して、エジプトアラビア植物誌、バウレンファイントの描いた、植物画をまとめて、 自然物図集を出版した。ニーブアは植物の学名で命名者を示す場合にカールステンニーブールを示すのに使われる。ありがとうございます。